さあでは参りましょう。3月6日の朝でございます。さあまずはまあ京本邸から行こうかね。京本邸の玄関です。女中さんがいます。家元お出かけになってまだお帰りになってません。はい、静江出稽古でこちらにはいらっしゃいません。出稽古とかもあるんや。香り、こいつに初めて香りのこと聞くな。応接間にいらっしゃる。まずは香りから攻める感じかな今回は。マキ今お座敷でお稽古してはりますと。はい、まあ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 順番に行こう。遠目で見るとだいぶやばいな後ろ髪が。京本邸の応接間です。香りがいます。よし、大会の用事で出かけました。たまみ気が強い人でした。私とは肌が合わなくて。そうやろね、そうやろね。私に隠れて三男と付き合っていたとかそんな噂も。あー知ってたんか、知ってたんか。まあおかんやしね、一応母親ですからね。おとなしく控えめで目立たない人ですが、いけばなの腕はしっかりとしています。稼働大会はやっぱりあの子に出品してもらいますと。まあ、香織さんはまあどちらかというと静江派というか、まあ何らかの意図があるんでしょうねこれね。さっきまでいらっしゃったのですが、清水の三年堂という陶器屋さんまで用事でお出かけになりました。ほう、あの方は本当によく動いてくださるんで助かってますわ。もともとは私の高校時代からの馴染みの方なんです。はいはいはい、経理士の仕事をなさっていたのでうちの理事になってもらったのです。何しろうちの家元は経営の方は辛口ダメな方で、沢田さんに来てもらってから京本流も随分大きくしていただいたんです。やっとんな、いやもうやっとんな。これ男女の関係あるね。でも予想通りというか、まあこれは読んでましたけど、やっとんなこれ。まあまあ見ていこう。マキさん、愛子さんの弟子だったのですが、今度は家元が直に教えると言っております。もともと愛子さんの弟子だったよね。でもマキさん的にも愛子さんに、愛子さんは若干邪魔やったみたいなニュアンスなんで、ちょっとあの舞子さんの2人とはちょっとニュアンスが違ったっすね。計算高さは一番ありそうな感じ。さあ座敷、はい出た。はいマキちゃん、こいつね、こいつ黒いよ、結構黒いよこれ。家元はきっと私の実力を見ても認めてくれると思うわ。タメ口やしね。三男さんとなら私結婚してもいいな。家元夫人なんて呼ばれて。こいつ黒いなほんま。昨日お話ししたローズで行きました。あそこのマスターは玉美さんのことよく知ってますよ。でもあのマスター最近店にはあまり来ないらしいけど。え、なんなんマスター、え、マスターが男な、なんなんこの言い方。こいつ沢田さんって真面目なんだけど若い女の人には弱いタイプね。私も一度迫ってみようかな。え、なんなんこいつマジで。ちょ、なんなんほんま、こいつ。いや怖ー、ちょ怖い怖い怖い、もうほんまにもうこういうの怖いんで。何言ってんのマジでほんまに。一回出るわ。ちょっとどこ行こうか。三年坂が出てる、増えてる。行こうか。清水寺の参道です。右の方は三年坂に続いています。はい、清水寺の参道よく何回も通ったことあります。はい、三年堂と書いた看板のかかった店が目の前にあります。さあ行こうか。沢田のこと、何のことか分かりませんね。ちょっとお待ちを。今旦那さん呼んでまいりますから。はいはい、お願いします。三年堂の主人が出てきました。おお、主人、主人髪型がもう完全なウォーズマンですね。おい、ウォーズマンよ、時にウォーズよ。沢田のことを教えてくれ。もう帰らはりましたで。いや、そ、か、いや、沢田の今の居場所を教えてくれって言ったわけじゃないんやけどね。別に沢田の人となりを教えてほしかったんやけどね。まあまあいいけど。
うちの清水焼きお一つどうどす、それはもう名品揃いでおます。一つ買わんと、これちょっと心許しとらへんちゃう。えらいことでんな。こいつからは何の情報を引き出せる。京本さんはフルーからのお得意で、花瓶や水盤などを納めさせてもろとります。昔は小さい流派やったんですが、沢田さんが来はってからえらい大きなりました。家元も経営を沢田さんに任せきりで、沢田さんがいたら京本の財布握ってあるようなもんですわな。あ、これはいらんことまで喋ってまいりましたわ。なるほどね。まあまあ今までの話とも符合しますね。要はまあ沢田がほぼ京本流の金庫に関してはもうほぼ沢田が掴んでるという状態ですね。だからまあ今後もっと大きくしていくために何が邪魔になるかということが見えてくるということですね、これね。どこから行こう。多分まだおらんから桂沢田にちょっと話聞きたいっすよね。これ調べるがまだ出てるのよね。中沢田の家。うつお疲れっす。やったわ。沢田がいます。ちょっと人の家ですよ、勝手に調べ回らないでくださいよ。あれ、こんな感じなの。これ後々あるぞ。これこいつなんか隠しとんのか。これなんかちょっとビビっとんな。まあ、まあ嫌やけど、確かにいきなり入ってきて無言で調べようとしたら嫌やけど、ゲーム的な推理で言うとああいうリアクションは何か隠してる時ですから、こんなに事件が続いたら京本流も評判を落とします。一日も早く犯人を見つけ出してください。やはり京本流の評判を若干気にしている。稼働大会には静江さんが出品することになるのでしょうが、しかし彼女の立場は微妙ですからね。最近静江さんが京本の方へあまり顔を見せないのですよ。出稽古とか行け込みとかで忙しいのは分かりますが、稼働体験も迫っていますからね。もっと家元を助けてあげてほしいのですが。今なら京本邸にいるかもしれませんよ。ほうほう、いい品のちゃう。どっちやねん。出稽古とかで顔出さへんのに今なら京本。どっちなん、なんで知ってんの。今日は稼働大会用の花瓶を注文したんです。うん、京本流。え、私が京本流の財布を握っていると。はあ、まあそう思われても仕方はないですな。何しろ家元がああいう方なので私が全部任されております。うんうん、それね。まあじゃあ京本邸に戻りますかね。こいつの情報のせいでフラグが立っている可能性が高い。はい、静江さんが帰ってきている可能性が高い。今お座敷でお稽古してはります。 OK、 行きましょう。お座敷です。見た。まあ一つキーパーソンですけど、犯人ではないと思うな。さすがに私がもっとお助けしなければと思うのですが。いや、ええよええよ、もうそんな。三尾はどう思ってんの。三尾さん、稼働大会が近づいているけれど大丈夫なのかしら。この子結構やっぱ天然な感じやね。あんま分かってないな。私とても怖いんです。出品できることは嬉しいけれど、愛子さんと玉美さんがあんなことになった後では。まあね、イエーはねドゥルドゥルってなったね。今大会の準備で忙しそうにしておられます。ドゥルドゥルってなったね。ちょっと静江さんのこともう一回聞くか。多分変わらんよな。あ、そうでした、静江さん今なら座敷にいると思いますけども、今日はもう来られないと思いますが、マキちゃんはどこに行きましたかね。あー、こんなもんかな。家元はもうおらんっぽいから、よし、一回ちょっと移動しますね。カフェドミサおらん。もうある程度聞いたけどな。はい、ちょっと推理してみますか。来た。
愛子が死に、玉美まで死んだ後、出品のチャンスが静にと巡ってきた。うん。周りの者に疑いの目を向けられて、静は怯えているようだ。まあそうでしょうね。その、パッと見、客観的に見てパッと見、何も聞かなければ、愛子さんが出品しようとしてて死んだ。その次、玉江さんが、玉美か、玉美が選ばれて死んだ。わけですから、で、静江が選ばれたわけですから、これ完全に静江がね、殺して、こう、自分の地位を確保したと、まあ見えますわな。絶対違うけど、そこ、もうあからさますぎるからね。まあビビるのはビビるわな、当然ね。どこ行こうかな。まだ一日は終わりません。何聞いていこうかな。家元帰ってきてほしいな。足杖も帰った。あっそう、一瞬で帰っとるな。沢田は来ない。香織さんのこともうちょっと聞きたいな。奥様お部屋でお休み。はい。お帰りになったと思いますけど。お帰りになったと思いますけど。あ、移動でも中入れないっすね。あ、そう。え、嘘やろ。沢田のとこ誰かおったりするもしかして。嘘やろ。今はお留守やないかしら。今はお留守。扉は鍵がかかっています。中無理？沢田、無理や。あ、そう、あ、そう。三年坂行きますか。主人がいます。もう一回聞こうか。もう帰らはりましたでと。もうちょっと教えてくれませんか。一緒やね。一緒やね。うちの清水教室どうす。まあこれもなあ。いや、とりあえず一通り終わったっぽいが、キャサリンはいません。あれ、これでオッケーかな。静江の身に何も起こらなければいいのだが、今日はもう日が暮れて、ああ来た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 。静江の身に起こるか。静江の身に起こる可能性あるか。静江殺されるなんてことありえるか。いや、別にそれはないかな。静江殺されたらやばいけどな。またわけわかんないですけどね。まあいいか。よし、とりあえず3月6日分は終了。次は3月7日ということで、この辺で動画を切りたいと思います。見ていただいてありがとうございました。